2023年11月4日遅い時間ですが少しだけ進んでいこうかなと読者はスポーツ。読書はスポーツ 國王八景を命じて大木星となすこれその時の孔明なり故に士官これを名づくるに啓明をもってす半分大制この辺は國王が八景に命じて大木星となした時の孔明を除したものである金文になく古文にのみある 奨行儀、啓明諸女に曰く、墨王。八景に命じて、州の大木星となす。啓明を作ると、すなわち伯爵の刑という人を大木星に任じた作名をロックしたのが、啓明だというのである。四季衆本儀にも、また、墨王。 文武の道の欠けたるを憂えすなわち八景に命じ大木に国の政を深海せしむこの字ですねこれで「啓命と読むんでしょうね「啓、え、明、ー、を作るとみゆ」「啓」は古の「啓」の字である。 諸女と四季とは少し異なっているけれども母王が八景に下した作名を録したのが啓命であるという点においては一致している。漢女古今人票にも八景の名折れしているところから考えてもその人物が存在したことがわかる。しかし作名の原文はつとに滅び古書にその断片すら引用されていないゆえにこれを今日に見ることは不可能である。 今損するものは儀古文であって新書ではない。赤塚薬中啓明第五十四終明編いわゆる公癖古文書書中に損したとされるものの一編であるが世上には伝わらなかった。四季終本儀には僕をは位についた時年すでに50であった。王道は衰えていた。 僕王は文の武王の道が損なわれるのを憂,、えー、憂えて八景に命じて国政につき大木を根節に戒めさせたこういう字なんですね。啓名を作った「オミっていう字が左右対称に鏡文字のように書いてあってその下に「台」書いて「 足が入ってるやつですね。「王国はまた安らかになった」とあり「諸女には牧王は八景を大木戦に任命した」「慶明を作るとある領書に言うところは「慶と慶と」この字ですね「慶と慶」との文字の相違のほかに八景に大木を戒めさせたのと「 八景自身が大木になったとの相違があるが、母王の時の大木に対する戒めとすることは同じである。本編はこれらに基づいて、技巧文詔書の変者が偽作したものである。なお、大木については下記を参照。まあ、後ほど読みましょう。 少書記文、慶明第二十八、六王八慶を命じて、衆の大木星となす、慶明を作る。大木は、注釈、大木は、ご近獣頭なり、近獣の者がお馬遣いをする。 近所を御主と言うまた自主とも言う本文漢文総書王岩おとい王を書くいわく八景これわれ徳をよくせず先人に次いで公行におる十敵 何と書いてるかなうんケイイ。ケメ大書くいわく。 はっけこれ我得をよくせず先人に次いで飛行におる。十敵これ危ぶみ注意や持っておきその過ちを免れんことを思う。昔文武聡明聖戦にして 正代の真ことごとく終了を抱く。その事業墨汁も聖人にあらざるはなし。もって端石にその君を受け助け。出入帰去、慎まざることあることなく。業を発し、礼を施すに良からざることあることなし。神慎み従い。万法ことごとく良し。 国役官文体制。啓明王閣曰く。八景これ我れ。徳をよくせず。先人に次ぎて非行におる。十敵これ危ぶみ。昼夜持っておき。その過ちを免れんことを思う。石材分部聡明。生成にして。将代の親身な中領を思う。その事業牧中。聖人にあらざるなし。持って探石その君を消費し。出入。棄去。 慎まざるあるなく、子を発し、礼を施すに、よからざるあるなし。神に慎み従い、万法皆救す。これ、我一人、良なし。はいえー、では注釈いきます。これ一人の前までですね。万法皆救す。ここまで。まず、 王かく曰く王は僕王のこと次八景八景は真の名飛行による飛行 は、まあ、大いなる君なので大君大君という,うに同じ次十滴これ危ぶみ恐怖して憂い危ぶむことこの霊危ぶむと読んでいるのは危険の気危,危ぶむと同じ 昼夜もっておき夜中と同じその過ちを免れんことを思う過失に陥らないように懸念する石材分布石材は昔 生成にして、生成は、生は慎むこと。えっ、ー、と、一文字目の生は慎む。等しいじゃなくて慎むなんですね。ひじりの生は物事によく通じて明らかなこと。なんか耳っていう字が入ってるから、なんか悟いみたいな意味なんでしたっけ。目、聡明みたいな。 両方聡明っていう意味なのかなそうするとえー、と次次「事業牧獣」「牧獣」自「事」「事業牧獣」から「じは左右に禁じするもの行は斜行の間牧獣は大木群木をいう王に従うもの正しい人精、えー、と次 消筆は出入帰去慎まざるあるなく次んこ,こ,ここですね出入帰去 こ,こじゃなく消費つの話をしてて次合発し礼を施すにアップし実行する号令いずれもよいことよからざるあるなし次よからざるあるなしこれ我一人 えーとここまでか永明約分「僕王八景を大牧星に任命せられたがこの辺はその功名をろくしたものであるしかれどもこれまた義古文であって神仏ではない」「こ王は各をせられた」 いや説明のところは「訳文敬明」「僕王は各仰せられた八景よ我は不徳であるのに先王に次いで大きみの位におるので己の徳の天使に足らぬことを天使たるに足らぬことを憂え恐れて前と危ぶみ夜半にも起き上がっていかにせば過失に陥らずに済むかと思っている。 昔文能武王は「うにして聞かざるなく命にして見ざるなく」「性にして厳粛」「性にして通達しておられ,おられたので身分の尊い管理も癒やしい管理も皆忠了ならんことを心がけた」「王の左右にある事業墨汁の微心に至るまで皆忠誠の人でないものはなかった」 これらの献身が朝夕、訓命を報奨し,し、勝つ君を補佐したので、王は出入、寄居、献身せざることなく、発布、施行するところの号令、いつも不全なるものはなかった。そこで神は皆、訓命を慎みてこれに従い、万国皆安寧であったのである。今や我は不徳、不健にして、え、ここまでか。 諸教講義、王覚曰く、八景、これ、我、徳を良くせず、先人に次て、非行におる。十敵、これ、危ぶみ。昼夜もって、起き。その、剣を、免れんことを思う。まあ、過ち、剣。うん えと訓読みしときますか「その過ちを免れんことを思う」注釈「得よく得をせず」穀欲「国はよく」「能能力の能のよく」「道徳を守る点において不足している不得である」の意味 飛行におる。拓は虚おる。飛行は大君大君。大君の位にいる。十敵これ危うし。十敵は憂いを恐れること。この後、来期祭儀に見ゆ。霊は危ぶむ。己の徳の天使たるに足らぬことを誘拐して善途を心配する。昼夜もって、 昼夜持っておき夜中に起き上がってその過ちを免れんことを思う剣は過失いかにすれば過失に陥らずに済むかと苦心すること約分僕をが八景に向かって仰せられる八景よ我は実に不徳であるにかかわらず 今や仙王に次いで天使の位におるわけであるすでに不徳でありながら重大な責任の地位におるのであるから朝夕。う裕して善と危ぶみ時として夜中に起き入れていかにすれば己の過失を少なく得るかを深く考える次第である昔文武聡明生成にして正代の心よく中量を思うその事業牧汁 聖人にあらざるなし、もって胆石その君を消筆し、出入帰去、慎まざるあるなく、業を発し、礼を施すによからざるあるなし、仮眠慎み従い、万法皆きゅうす。石材と読んでますかね。石材。 とは昔聡明は万事にわたって正しく聞き正しく見ること正成は一番目の生は中、次の生は道動けば必ず中をへ万事の通りに通じて滞るところなきを言う次 正代の真は身分の尊い管理も癒やしい管理も終了を思う終了ならんことを思う事業牧獣王の左右に自する微心 政人にあらざるなし修正の人でないものがないその君を消失する消失昭和王立てるの方文明を報じかつ君を助ける次出入棋虚君が出入棋虚するにあたって 金、えーと金はんどこだああえーとねここではなくあ金いいんですね慎むそれから 号発し令を施す命令を発するにあたっては王安石は発して警戒をなすのが号で施して王主となすものが令だと言っているなるほど次「慎みて従う」 訓命にしみ従う「万法皆休す皆よし」「休は美」または「幸」「幸福の幸」「万国皆安寧で幸福であった」約文昔「文王」と「武王」とは聡明であり同姓中央へまた「自理に通じておられたので大将の管理等は皆中了ならんことを心がけた。 ことにその左右による事業墨汁のごとき勝利も皆忠誠をおもんずる人であったこれらの献身が朝夕その君たる文武を助けたので文王は出入棄去常に献身し民に対する号令も従って不然のものがなかったここにおいて家民は軍命を慎み かつこれに従い天下の万歩を皆幸福を受けるに至った次赤塚役中啓明第五十四終書「牧王が八景に大牧星になることを命ずる」「牧王は次のように八景に命ずられた八景よ我は徳を備えてもいないのに 仙君の後を継いで大君の大君の位についている大行を怪我しはしないかとびくびく恐れ真夜中に起きては何とか過ちを起こさないようにと思い巡らしている昔は文の武王は聡明であらゆる物事を見通しておられた上に戦仙すべての進化も中量な心を持っておりそば近く使えるもの 共回りの者も忠誠な人物でないものはなかったそういう人々が朝な言うなその大君をお助けしたので大君の出入帰居は慎重でないことはなくその発布される命令は立派なものでないものはなかった下々の民までも慎んでそれに従い万国はことごとく感化されてよく治まったさて我一人は優れた善もない 誠に我が左右前後の感触にある人々が我の及ばない点を正してくれることを頼りとしている我のすべての加護を改め正し我の横島な心をまっすぐにして先祖のんさて我一人はの前までですねちょっとぼーっと読み進めてしまったけど万国はことごとく感化されて皆よく収まったここまで 注釈八景「偽光殿に真の名」とあるだけで詳しいことはわからない次「中良中」は正義がこもっていること「良も真「真」「真公」の意味また「善」の意味 次、そば近く使えるもの、共回り、原文は、ここのところ、技公電話、九時、新御、牧牧、牧牧、えー、っと、 牧役かな、牧役、牧うん、そう、ね、僕役。十巻は感触は低いけれども、忠誠な人も用いないことはなかったと返している。なお、この表現は、新書放伝編に左右前後は皆聖人であるとあるのを利用したものであるが、新書に言う左右前後は近従などの身分の低いものではなく、常時側近にあって教育にあたるものを言う。 少々気分。王、四角いわく、八景これ。我、徳をよくせず、先人を、ついで、大いなる君による、十滴これ危うく、昼夜もっておき、その過ちを免れんことを思う。王、八景の名を呼びたまいて、 ただ我徳においてよくなしと何もできぬと母校の仰せられるなりしかれども先人についで非公,非公とうーん非公と元公の位による我が徳は軽く任重きにより 恐れ危ぶみて寝つかれぬただその過ちの物語部長法を免れんことを思う十滴の字は孟子の十滴即位のところにいで駅の剣の九三、君子終実献献として 「言うまで適弱す」「危うけれどもとがなし」というを取りて「十滴これ危うし」と書きたるなり昔文武聡明正々にして正代の信もことごとく忠了を抱きその事業墨汁も成人にあらさることなくもっと 胆石その君を消失し出入企業にも慎まざることあることなし語を発して礼を施しゆからざることあることなく神に慎み従い万歩をことごとくよし執釈文部聡明正々は文庫十八年の左伝に正々公演文庫二年に し、生成といえども父に先立ってらわずとあり美子の命に生成公園とあり生は慎むなり聖は物事に通知のことにその徳のすさまじきことを言う将来の家来も皆中料を抱くは中心両親を心に抱くなりその事業 牧中の者も、聖人にあらざるなしと、正しき人にはあらぬはなきとなり、かつ、えー、もとい、これ、かつじゃなくて、ただにって読ませたいんですかね。うんうん、かつじゃない、しょうじゃなくて、これ、たんになってるんですかね。ただに、しょうひつと、 消費と受け賜り、助けるなり、出入毀恚も、金と慎まぬことはない。号令を発,し、えー発、発生する、発生するにも、発死するっていうのかな。発死するにも、悪いことはない。神は、 死弱と慎み従うて特化に従って良くなった。万法は、万法は諸行なり。漢文奏章。これ、もとい。 これ我一人量なし実に左右前後優位の死によりてその及ばざるを正さんとする過,過ちを正し誤りを正してその肥心を隠しよく戦列を継がしめよ今我何時に命じて大政となす軍木事業の真に生とし何時の君の徳を務めてこもごも及ばざるを治めよ 慎みて何時の量を選び、高原、冷食、面壁足備をもってすることなかれ、それただ、騎士のみ。牧心正しければ、牧心正しければ、その君、よく正しく、牧心、へつらいは、その君、自ら生とす、君の徳はこれしん、不徳もこれしん、何時先人にうつびて、 樹木の間にあて神を導くに洗脳の天にあらざるをもってすることなかれ人それ吉にあらずこれかをそれ吉とすかくのぐきはその間をやましむこれ何時大いにその君を慎むことあたわずんばこれ我何時を積みせんと大いわくああ慎めや長く何時の君を 意見に助けようと漢文体制「これ我一人量なし」「実に左右前後の優位の死によりてその及ばざるを正さんとす」。 誤ちを正し誤りを正しその肥心を正しよく戦列を継がしめよ今我何時に命じて大政となす軍牧事業の真を正し何時の君の徳を務めこもこも及ばざるを治めよ慎みて何時の勇を選びもとい慎みて何時の量を選び 抗原、霊色、弁癖俗美をもってするなかれ。それ、ただ喫し。牧心、正しき時はその君、よく正し。いよく正しく、牧心、へつろう時はその君自ら生とす。君の徳はこれ真、不徳もこれ真。汝、 前人に実して樹木の間にあて、神を導くに洗脳の天にあらざるをもってするなかれ、人それキツにあらず、これかをそれキツとす、格のごときはその勘をやましむ。これ何時大いに、その君を慎む、あたわざるときは、こればれ何時を積みせん。大いわく、ああ、慎めや。 長く何時の君を意見に助けよ注釈。これ我一人。 自分のみは良いところがないすなわち、不見不得の良い,い。んどこここなんか、なんか微妙に違うような。次。その及ばざるを、たださんと思う。 この及ばざるを正さんと思う。この今日の正すは補助すること。次、あやまちを正し、これも正す。 真っ直ぐにするこ,とこの旧正すこちらの正すは正すこといわゆる正すこと正しくすることその非心を正し非者、非者じゃない非壁 の心を言う次今我汝に命じて大聖となす大聖大木生のこと 事業の真の頭である。次。軍僕事業の官を正し。西僕、西僕、嶺僕、重僕。西僕。などいろいろある。 おもごも及ばざるを収めようーんと 文北授業の子も子も及ばざるを収めよ左右授業の人変わるがわるの意味 汝の良を選び。良さ。の人を言う。膠原霊食。便秘即日。 その弦を良くし、その色を良くし、外を飾って、出実ならぬこと。これが抗原、冷食。弁癖は、弁は人の欲、欲する心に従うこと。癖は人の憎むところを避けること。即は、患者。美は、 えーと。憂鬱、へつらうってことですかね。次。 それただ騎士すなわち君子のことその君自ら生とすうーん 自分を聖なりと自負すること君の徳はこれ真不徳もこれ真君徳の遺憾は神木の謙否によるものである 何時先人に自して何時先人に自して先人先人は先人に自し,して先人は精進 樹木の勘にあてえっと「君の主張に代わる金字の勘」樹木の勘。 人それきつにあらず家財をよしとする者は艦をやしくする艦をむなしくするこのやましむるやむという字は病気の病と同じで艦意を恥ずかしめるものである次 その君を慎むあたわざるときはその君を慎むあたわざるときは これ何時を罪せんこの辺ですねおいえーとまあ30そ,その君をつ慎み助けなければ何時を罪に行うそして 意見に助けよう意見は意見に助けよう情報、常の法の意味対まとめ この辺は牧王が八景を金字の冠たる大木星に因じた時の孔明である金字随住の神は実に君の地目となるべきものであるからその仙人を謝らずまたよくこれを率いて共に君の過ちを補うようにしなくてはならぬ意を説いたものである漢文体制の役文 今や我はここから今や我は不不見にして良きところがないそこで左右前後に自する何時ら職位を有する何時ら死期を有する管理の歩道に頼って我がかけたるを補い火を正そうと思うのであるされば 汝らは我が過失を正し御名を正して我が清え、我が不正悲鳴の念を正しもって洗脳の興行を継ぐことのできるように補佐してもらいたいのである今我汝を大政えすなわち大木政にして事業の真の頭の大政に大政の間に任命するのである汝は 群木事業の真を教えただし、部下と共に汝の君、すなわち我をして徳を治めさせるように、勤め、進め、相互に君の徳の及ばざるところ、欠けたるところを補い治めるようにしてもらいたい。謹んで汝の俗観を選択し、公言霊色え、すなわちその弦を良くし、その色を良くし、 外を飾りて真実ならぬこと。便癖、えー、すなわち人のおするところに従うなり、癖は人の憎むところを探るなり、口先巧みに人のご機嫌をとること。足尾、えー、すなわち心を正しからずして愛をこととすること。 のやからを用いることなくなえただ中寮の全士のみを任命すべきである。軍牧事業の真正しき時はその君も正しき賢君となりこれに反して軍牧事業の真へつらう時はその君は自ら正にして義理に通達すと自負するに至るのである。 君に徳あるは真がこれを助けて制したのである。君の太くなるも真が君を誤った結果である。されば汝は弁癖の精進に慎みてもとい精進に親しみてこれを君の樹木と偽って君に代わって主張する謹慎となし洗皇の報道にあらざる秘宝のことをもって君を導くようなことがあってはならぬ。 世の中にはその人とその人となりは不全であってただ家財を宝としこれがこれを利用して賄賂を用いて事業,事業の官になろうというものがあるがもしかかる人物を用いて官に任ずる時は官職を恥ずかしめるものである。 何時もし大いに君を傾聴してその男を助けることをあたわざる時は何時は何時の感触の責任を無なしゅうするものであるから我は何時に刑罰を加えるであろうああ何時は我が諭したところを慎みて守れよそして何時は我が情報を守りて王法に伴う責任を全うして得られるように我をポサせよと 諸教講義これ我一人良なし誠に左右前後優位の死に頼りてその及ばざるを正さんとす誤ちを正し誤りを正して逆でしたっけえっ、ー、と 過ちを正し、誤りを正し、その非心を正し、よく戦列を継がしめよ、注釈。良いところがない、無量、良いところがない、不徳不健であるの意味。 優位の死、死期を有する人々を指す、その及ばざるを正す、今日は正、正しい、普及は欠点、及ばないは欠点、欠点を正すこと。次。 過ちを、誤りを、過ちを正す。9は、暴いて、あげて正す。一寸見えぬ、ちょっと見えぬ、五笔を見出して正すこと。その、非心を正す。核は正す。非心は不正の心である。不正の念を正すこと。もし、理論上に、大臣はよく、君の心の火を、 正すことをなすとある。次、行 <laughs> 列を継ぐ。将は継ぐ。戦列は先人の興行業、先道の興行業を継ぐを言う。訳文。 我には少ししも良いい。ところろががなく、むしろ欠点が多い従って前後左右に自する難事ら管理によってその欠を補い非を正そうと思うのである難事らはよろしく過失を正し誤病を直して我の邪念妄信を正し持って先脳の大行を継ぎうるように補佐してもらいたい今 我、何時に命じて、大勢となす、軍牧事業の真を正し、何時の、君の徳を、勤めて、うん、勤めてですね、勤めて、も後も、 及ばざるをさめよ慎みて汝の量を選び高原霊食免壁俗美をもってするなかれそれただ喫死耐性となす耐性は諸女にある大木星であって事業の真の頭である炎弱虚などは 従来と比較し大木は戦艦すなわち固い布であって王の福意を正すもの別に大御すなわち中大布という王の車を司る勘があるが義公殿は両者を混同していつとなしたなどと論じているけれどもすでに義書であってみれば深くとがめる価値もないと思う次 軍牧事業の真軍牧事業の真を正すそれらを教え正して天命詐欺なからしめようとするのであるこれらこれら何時の君の徳を務め某は務め進める公は君 君をして徳を納めさせるように努め進める。子も子も及ばざるをおむ。む。うは互いに、体は及ぶ。汝らは互いに訓徳の及ばぬところを補い進めよ。次。勘の量、勘、ん時の量を選ぶ。選ぶは、 感は選ぶ。量は、ここで、ここでは俗感を言う。何時の俗感を十分に選択して。次。便癖、俗美。便は人の欲するところに従う。癖は人の憎むところを避ける。サイレン。要するに、口先巧みに人のご機嫌を取るような人物。提言の例にして、 弁ずるという説も結局同じ次そ、えー、まあ今のが便癖で次に即備即は不正美はへつらう心が曲がっていて愛をこととなすようなこととするような人物次それこれ吉し吉祖は善中量の善志のみを任用せよの意味公言霊食の語は公用語に便癖の語は 論騎士編に騎士の語は理性に見ゆ訳文、分我は今南を大政の間に任じ軍牧事業の真を強制せしめるわけであるが南はよく部下と共に訓徳を進めることに努め 相互に君の徳の欠けたところを補いを染めるようにしてもらいたい。また、汝が部下の利を選ぶにあたっては十分に念を入れ、卑しくも高原冷食の灰、不正邪癖で、しかも紙にへつらうへつろうようものを排斥しいつに中量な死を許容しなければならぬ。 次「牧木心、正しければその君よく正しう」「牧心、へつろうときはその君自ら生とす」「君の徳はこれ真、不徳もこれ真。注釈、木牧神群木、軍事業の真を言う」 自ら生とす慢心して自ら政治のつもりでいる「君の徳はこれ真」「君に徳があれば真がこれを助けて成したものである」「徳もこれ真」 君の不得も、真が君を謝るところから発するの意味。訳文。君の左右に自する牧心が皆正しい人物であると、その君もまた正しく、剣君となり。これに反して、牧心が君にへつろうて火を正すことをせぬときは君は慢心して、自ら賢明だと思い、徳を治めなくなる。 要するに君の徳不徳は皆左右による進化の剣不詳によるのである次。何時先人に実して、樹木の間にあって、神を導くに、洗脳の点にあらざるをもってするなかれ。注釈。大丈夫かな。 着何時えー、と先人に親しみ実してですね先人に実して「せ、えー、実は親しみ近づける」。 先人は、理性に見ゆ、名人を指す、弁姉の精進に親しむこと。次。地木の勘を、地木の勘に当て、銃は備える、当てると呼んでいるところですね。 えーと「君の樹木となり君に代わって主張する謹慎に充てること」次。「次敵導く神を導く」。 敵は導く神は君君上を導いて次「洗脳の天」え「千のの天」「千のの重んじた報道」「三役分」「汝は便殿の照準を近づけこれを」 君の樹木に等しい自重に忍じ、引いて君を導くに、洗脳の報道に反するごとき秘宝を持ってしてはならぬ。必ず賢者を樹木として君を正し、君をして洗脳の方に乗っ取らしめるようにすべきである。人、それ、きつにあらず。これ、かを、それ、きっとす。格のごときは、その間をやましむ。これ、何時、大いに、 その君を、慎む、あたわざるときは、これ、我、これ、我、何時を積みせん。注釈。その、それ、キッズにやらず。これ、を それきちとすは火災もし人物がよくなくてただ家財を実としこれを利用して地獄の艦になろうと欲するものがあったならばよく調べる必要がある。 賄賂によって人を用いてはならぬというのである。次。納のごときは格のごとく賄賂をもって管理となろうとする人物を用いるとの意味。 次その感をやましむ感は病病感触を汚すものである。 あま反応しなくなるなその壁を慎むかはいえー、なので その癖を慎む死は慶慎む癖は君君を傾聴してそのとこを助けること次。 何を罪する、何を積みせよ、何を罪せん。えっ、ー、と、不忠、罪するのは不忠だからである、約分。世には人物が不善であって、し,しかも家財を宝とし、これを賄賂として重木の謹慎になろうとするものがあるかもしれぬ。 かかる場合には、よく事情を調べて、後任命すべきである。もし、かかる範囲を用いるというと、大切な感触を汚すことになるのである。何時は君を経してその徳を、えっ、ー、と、成就すべき、責任の地位にいるわけであるから、あるが、もし、その、 責任をけなしうるようであると必ず刑罰を加える考えである大いわくああ慎めや長く何時の君を意見に助けよ注釈喜ぶ えーっとじゃあ慎む慎めや論,論したところを慎み持ちよう次意見は情報常の王のことこと訳文大いわくああ八景よ以上何時に悟したところをよく題し部下にもまたこれをおもんぜしめなければならぬ かつ我は情報を踏んで大いに伴う責任を全うしたい考えであるから何時も我を助けてよく情報を守らせるように努めてほしいものである。赤坂役中さてさて我一人は優れた善もない。 まことに我が左右前後の感触にある人々が我の及ばないところを正してくれるようなことを頼りとしている我のすべての加護を改め正し我の横島な心まっすぐにして先生の先生の意境を受け継ぐことができるようにしてほしい今我はそなたを大木星に任命するもろもろの 木官と金字の関東を監督し、そなたの主君が徳を,徳を励むように進めて、それらの謹慎ともどもに主君の至らぬ点を補ってくれよ、慎重にそなたの礼領たちを選任し、口先だけ上手なもの、上辺だけ飾るもの、巧みに立ち回る 立ち回っておもねるものこっそり取り入ろうとへつらうものなどを用いることなくただ善良な死を用いるようにせよ牧簡が正しければその主君も正しくなることができ牧簡がおもねりへつらえばその主君は自分勝手に成人だと思い込んで もとい。木管が正しければその主君も正しくなることができ木管がおもねりへつらえばその主君は自分勝手に成人だと思い込んで道を誤るのである主君が有得者となるのも不得のものとなるのもその進化次第であるそなたは心の横島な人々と慣れ親しんで彼らを主君側近の地獄の間に任命し主君を 天皇の方に背くように導かせてはならぬその人物が立派なのではなくてその在下の富を良いこととして取り入るものこんなものを用いればその感触を廃れさせてしまうそなたがこれらの点を慎んでその諸君に敬い申し伝えることが本当にえっ、ー、と その人物が立派なのではなくてその在家の富を良いこととして取り入るものこんなものを用いればその感触を廃させてしまう。そなたがこれらの点を慎んでその主君に敬い使えることができないならば我はそなたを罰する。王は締めくくって次のように命じられた。ああ、慎んであたれよ。長くそなたの主君をいつまでも変わることのない法則を行うように助けよ。注釈。 さて我一人は原文はここのところ来期亡期編に古代政古代政編の文章を引いて忠が我に勝つならば我が父公に罪があるのではなくてこれ我れ少子に 善良さがないのであるとあるうちの一個を利用したものであるがこの場合適切な表現ではないであろうなおうーんなるほどなお技巧文体制編にもここから取っている我一人は天使の進化に対する事象である次 我の横こな心をまっすぐにして原文はここ。孟し両上辺に、ただ大臣はよく君子の非を正すことができるのである。とあるこれを利用している。次。原文、次は。この辺り。 大木星、木漢と訳しているところ、大星が諸女の大木星であることは言うまでもない。ところで、僕には雑務に使われるものの意味と、魚舎のえ馬車の魚車の意図があるが、大木星、木漢などは、そのどの意味をとって名付けたものであるか明確でなく、技巧での大木星についての 大木の蝶が大魚であって中大夫が当たるという解説も曖昧である。襲来には大魚という勘があり中大夫を蝶とし、えー、と重木、静木、銅木、伝木などを指揮する位置にある。これらの諸行は御舎の意によって名付けた勘で主に王の車のことを司さる。高所は大魚,大魚を大木生に当てている。 だが、大魚は王の出入りに王と同社するものであって親近な関係にあるが果たして王の事業までも監督する位置にあったろうか襲来には別に大木という勘がある。これは 王の側近にあって雑務に従事する「僕の意見」を取って名付けたもので大木は家い府を調度し諸儀式の際の王の衣服位置を正しその命令を出し入れし諸公を接待し王の出入には前駆と先駆けとなることを職務としており 宮廷内の雑務を取る昇進・大木昇進・西木、伝木、漁木・霊木,木などを指揮する位置にあるこの方が本編に説いている大木星の職務にふさわしいうーん。だが義公殿はなぜ明確に大木星は従来の大木であると解説しなかったのであろうか。 実は義光殿は漢女百貫後継表の大木について五官の王将が「大木は州の墓王が設けたものである大魚にあたり衆墨の長であって中大夫が長であったろう」と仲介しているのによってあえて大木の蝶の大魚といって従来の大魚の職に大木の職を合わせさせているのである。 うん、なお漢女の大木は従来の大魚大木と異なる触象のものであるがその触象と四季に大木を戒めたということから考え合わせて合わせて考えるとかえって史実を反映した経明編の成立理由が推測されるであろう漢の大木は真の完成を踏襲しているものであるが 宮廷用のシャバを司る他に処置の漁園や変軍の牧場の馬の牧場まで司るものであるむしろ馬政に重点があるものである一体牧王については拳銃を征服したことがあるいは億万里を統制しあるいは生成しあるいは南西しあるいは北西したとか宣伝されておりごとに造庫という名御者と当輪 通り緑寺下流という名場を得て天下を周遊しついに西の果ての西王母と歌を尽くしたとされてそのことは小説古い小説「牧天子伝」牧牧牧天子伝とともなっている。 そうこういう伝説が生ずるには何かの英雄があったとすればそれは牧王の頃には衆王国の王行はむしろ安定し司法にその勢力を伸長しそれについて馬の牧羊が重要,に重要にも盛んにもなったことの繁栄ではなかろうか1956年に先西省美県から出土した シリの書道機群は、木を前後のものと思われるが、そのうちの馬村名には、臨書、すなわち森林監督官であるシリがその人にあたっ、シリ、<laughs> えっと、その人に、ヘイシリ、違う、えっと、シリがその人にあたったと思われる馬の牧羊の状態を王が視察して、 コマ2等を資料に可視したことが見えている。また別の尊名によれば、その死は死、シリは、は州の常備軍、陸士、八師中の新鋭軍の三遊士である死師、柴四空を統括し、かねて陸士、八師を監督することを命ぜられている。馬の目標にあたるものが重視されていた一生にあたろう。なるほど。一生になろう。 青後期のものでありかつ王家のものではなくて白家府という王朝の重臣の一家のことと思われるが四季四季,四季記名によれば四季は白家府の一家の総,理総務を治める 外政変、えっ、ー、と、治めるほかってですかそうか。えっ、ー、と、四季は白、下布の一家の総務を治めるほか、政変、陶変の牧、魚、百個、牧進などを監督することを命ぜられている。ここにも牧、業が重視されていることを監守できるであろう。このようであるならば、牧王の頃に、王の、 木曜を重視することが顕著になって漢の大木の初めである大木生という漢を設けてこれを重く用いたかまたはその元いを開いたかであろうこれが軽明編という伝承が起こるゆえんではなかろうか。技工文の本編はそれとは関係なしに諸女は従来の大木大魚から想像したものであろう。次口先だけの 上手な上手もなもの。高原霊食公人は高原霊食公人は公用語片に見えている。次自分勝手に成人だと思い込んで 小が清月園に「ともどもに我は聖人だと言っている」とあるのを利用したものである「少書気分」「これ我一人両なし実に左右前後優位の死のその及ばざるを正すことを頼む」。 過ちを正し誤りを正しその肥心を正してよく戦列を継がしめよ今我何時に命じて大勢となす軍牧事業の真を正せ何時の君の徳を務めてごもごも及ばざるをおさめよ 注釈我これ我一人良きごとなきゆえに左右前後優位の子供が我が及ばざるその及ばざるの行き届かぬことを今日と正すことを頼みとす。上は正すなり剣は誤り。 も、もとあまり、もとあまりという字なるによる、ものをしすごす味なり、し、しすごすみなり、かく、かくは正すにて、おっきゅうというに、円を取り、円、 隅縄を打ちて縁かな曲がり手悪いところあらば削り取ってくれよという「み」に書いたわかりみとかの「み」みたいな次に 僕、僕、ビューは、中ビューと書くといざなえ、まとう味じゃから、身じゃから、その点をねじ直す身なり、故に正すと読む。その非心を正すは、申しの、ただ、大人のよく、君心の非を正すをなす。 ただしゅうして、聖ならざるなし、ひとたび、君を正し、思考して国定まるとあるを取りて書いたるなり、その君のひもの心を正した仙王の行列をつがしめてくれよ、となり、今、 今我何時を体制の役にするから軍衆を正し何時の君の得たることを務めて公衆夫台と子も子も心添えを致して不足のところをつくつくのうようにしてくれよとなり 孔徳孔徳えーと孔徳その徳その徳ここですね孔徳は 分王の手柄なり二人は及ばずはごもごも心添えを致たして不足のところをつくのうようにしてくれようとなり公徳 は文能武王の手柄なり。あれ舞台。舞台のところ。舞台。ここだけのところですね。舞台は互い違いにして行き届かぬことを言う。次。慎みて何時の量を選び、光源霊食、弁壁、足尾を持ってするなし。それこれ。 吉、吉、死をせよ。牧師、正しければその君。よく正し牧師、へつらえばその君。自らせいなりとす。君の徳あるはこれ真なり。太くなるもこれ真なり。執着。慎んですの、両俗を選ぶなり。公安国は便秘を形について説いて言う。人によけずともよきによけ。 知り解かずともよきに知り解くと、また人の心に探るになれるとす人の気に、各く言うは足からん。書く言うは気に従わんとそこをはかりてし知れるというなり。即は正しくないこと、美はへつらうなり。中の高原霊色高原実なく霊色質なし。 は王熟が論語の中によるなり、便癖宗教という時は形につくなり、牧師に正しければ主人も正しくなる、牧師優言うとへつらいって、んこの字が何か微妙だな。あなたはすさまじい地友顕微の人なりといえば我は聖人じゃという気になるなり、君の徳のなるもならぬも、心ゆえじゃ、心が悪ければ自然と君も悪くなるなり。次。 何時先人を親しんで樹木の勘にあて神を導くに洗脳の天にあらざるをもってするなかれ人それキツなるにあらずこれ宝あるそれキツとす格のごとくなればその勘をやましむこれ何時 大いにその兵器を慎むことあたわずこれ我何時を積みせん注釈先人の 利益に利欲に咲しき精進を実と親しみなつけて樹木の冠にあつることなかれ、神主人を導くに千のを聖人の天にあらぬをもってすることなかれ、人その傷にあらずと人の良い、えー、人の良いものは良いと申し上げず賄賂を使うものを良いと申し上げる。 人物が良いから推薦するということではなく金を使うものばかりを推,推挙してそのキツとす格のごとき者はその官を煩わするのじゃこれ何時大いにそれはその君を敬い慎むのではないぞただ情報を持って助けてくれよもし王にもし左にさにあらざればこれ 何時を積みせんと仰せられるなりこれはその府中を積み下もなり大いわくああ慎めや長く何時の君を意見に助けよ注釈僕をああとサタンしてサタン増しまして直したもうには慎めやその方が君とする我を 意見の情報を持って筆と守護せよと仰せらる情報は先生文部修行のご情報なり恵明王閣曰く 八景これ我得れを要せず先人に次いで非行におる十滴これ危ぶみ昼夜もっておきその過ちを免れんことを思う石材分部、聡明清々にして正代の信皆中領を思うその事業墨獣、成人にあらざるなし持って淡石その君を消失し出入許 出入帰去、慎まざるあるなく、合派し令を施すによからざるあるなし、神に慎み従い万法皆、救す。これ我一人、両なし。実に左右前後の優位の死によりてその及ばざるを正さんとす。過ちを正し、誤りを正し、その非心を正し、要戦列を継がしめよ。 今何時に命じて大政となす軍牧事業の真を正し何時の君の徳を務めこもごも及ばざるを治めよ慎みて何時の,の量を選び公言霊食、便癖即備をもってするなかれそれただ吉し、牧心正しき時はその君よく正し よく正しゅう牧師んへつろうときはその君自ら生とす君の徳はこれしん不徳もこれしん何時先人に出しておとい何時先人に実して樹木の間にあって神を導くに洗脳の天にあらざるをもってするなかれ人それきつにあらずこれ顔それきつとす格のごときはその間をやましむこれ何時大いに その君を慎むあたわざる時はこれ我、何時を積みせん。王いわく、ああ、慎めや。長く何時の君を意見に助けよう。注釈、この辺は僕王が八景を金字の冠たる大木戦に引じた時の孔明である。金字、随獣の神は、実に君の樹木となるべきものであるから、その先任を誤らず、またよくこれを率いて、 共に君の過ちを補うようにしなくてはならぬ意を説いたものである以上で「啓明独領」今日はここまでまたのちょうど。